メジャーリーグロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が日本時間28日の午前8時ごろから背番号18のユニフォームに袖を通し入団会見に臨みました。Good afternoon. My name is 英語での挨拶の後まずは関係者や家族へ感謝の言葉を述べ、新天地での決意を語りました。 えー、今日からは、えー、ドジャースの一員としてワールドチャンピオンになるために、えー、もっと野球がうまくなれるよう新しい毎日を過ごしていくことを、えー、ロサンゼルスのファンの皆様にお約束します、えー、今日からは、えー、本当の意味で憧れるのをやめなければ,やめなければいけません、えー、自分自身が

優先順位に置いていた決断の理由だったので、まあ、やっぱりそこに、えー、一番近いのは、えー、ドジャースじゃないかなと感じたので決断しました選手にお会いさせていただいてゆっくり話す機会も、えー、いただいたのももちろんすごくチームの雰囲気だったりも、えー、感じ取れてすごく良かったですしやっぱり何よりそのフロントの皆様がすごいこう ま、あの人としてもすごく信頼が、えー、できるなと感じましたし、えーまあ、この先の何年かの野球人生を任せられるなと、はい、感じました、まあ、僕が19歳の時にもここでプレーオフを、えー、観戦してそこで前田健太さんが、えー、登板しているのも実際に、えー、見ましたしやっぱりその時から、まあ、メジャーへの思いはすごく強くなったと思います まあ、大谷さんがもし仮に他のチームを選んだとしてももしかしたら僕はまあドジャースを選んでいたかなと思いますけどやっぱり大谷さんはまあ日本人選手としてだけ,だけではなくやっぱりメジ,ャーのメジャーリーグの中でもトップ選手だと思っているので、まあ、本当に大谷さんがドジャースを選んだというのは、はい、すごく、まああのまあ、決断の一つの理由とはなりました。 えーまあ、ミーティングというか、まあ、球場でお会いしたときには、まあ、本当に悔いの,のない、えー、決断をしてねと、まあ、またその中で分からないことがあったら、何でも聞いてねと、はい、そう言っていただきましたメジャーリーグの公式サイトによりますと、契約は12年、総額3億2500万ドル、およそ465億円で、投手としてメジャー史上最高額です。 あえーまあ、本当にすごく高く評価していただいたなと、えーまあ、本当にそこに感謝してますし、はい、これから、えーまあ、僕はまだこっちでプレーしてないので、これから、えー、しっかり活躍して、まあ、その期待を裏切らないように、全力で、はい、頑張りたいと思います、まあ、ここは一つ目指していたところなので、ついにまあここまで来、えー、れたなという、もちろん嬉しさもありますし。 やっぱりこれから、えー、本当に厳しいことがたくさんあると思うのではい、もっと頑張らないといけないなとはい、心から思っています最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします